はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということで、ゼロ濡れガラスのミコ続きをプレイしていきたいと思います。前回がですね、この5の雫まで終わりまして、で、次がこの6の雫ですね。A級かですかね。ちょっと名前、ちょっと読み方がわかんないですけど、はい、これをやっていきたいと思います。で、小塚有利で日崎美優だったかなを探すをやっていきたいと思います。人探しの対象者百瀬はるかは地下の洞窟にある黒い箱に囚われていた。はるかを救出し連れ帰った有利だったが、その夜はるかは霊に誘われて姿を消した。有利は新たな手がかりを求め、もう一人の捜索対象者日崎美優を探して氷上山に向かうということで、もうはるか諦められとうやん。もう一回行かないの大丈夫か。姿を消したで終わりなの。はるかは探さないのか。あ、もうここはもう絶対買っとかないゲームポイントやん。あ、こっちはでもまあそれなりに残ってんのか。これいっぱい買っとった方がいいんじゃない。なんかこれはいっぱい買っとった方がいいと思う。半分ぐらいか。これでこれでいいや。これでこれでいこう。 OK。 なんか骨董ん違う、とこしえばな、とこ、ことし、ん？とこしえばなか。とこしえばな。難しいなぁ。永久化じゃなかった。とこしえばなだった。助け出したはずの百瀬はるかは、冬日の霊に誘われ姿を消した。人探しの依頼書に記されていたもう一人の少女、日崎美優。彼女は母親を探すと言い残した後、氷上山に向かったという。有利は美優の、ヨスガを頼りに、氷上山に向かう。ひそかとはるかの手がかりがそこにあると信じて。あ、一応諦めたわけじゃないんだ。じゃあはるかのことは。はい。日崎美優さん、お母さんを探してこの山に来ていると書かれていた。この写真をヨスガにして、影見かな、違う、残影かな、残影を追えばどこに向かったのか分かるかもしれない。まあ普通にこっちか。もうさ、山に来るの良くないと思うよこれ。あっ待って、 OK。そっち？こっちなの？あれ、あそこのフェンスさ、開いてたっけ？なんか見落としてない？いろいろと。普通に来たけど、こっち。なんか落とし物してない？あ、もう、わかったわかった。じゃあ、ないのね。まあ、見た感じないし、行くか。ケーブルか。なんか一瞬ケーブルカーって見えたよな。あ、氷上山ケーブルカー。水流前駅。普通に霧が出てる。あ、待って、どこ？あった。駅にいる稲崎美優。
ってかさ、めっちゃさ、使ってない？で、普通に周辺あん…おい、普通に出てくんな、バカ。いや、2体出てきた。二手に分かれないね。うお、急に出てくるね。もう下がれない。早く。ああ、うざい。やないんよ。縦の方がいいのか。縦の方が良さげだな。オッケー、よし。こいつ取りたい。やばい、早く早く。まだ？待って。ああ、消える前に読み取りたかった。調べる。券売機は販売中止と表示のまま電源が落とされている。貼り紙は運転中止に関するお断りの書きの、断り書きのようだ。お断りみたいなことか。普通に置いてあるのね。手はなしね。OK。みこもり前って書いてあるな。水流じゃなかった。なになに、あ、なんか落ちてるね。フィルムか。OK。フィルムゲットン。ゴッカーに回ってみよう。なんかあるか。何にもなーい。息しか空いてなーいっていうね。あ、あ、これこっちちょっと戻ります。アイテムあったんで。よし、戻って。結構見逃してるの多分いっぱいあるな。このボタン関係ないね。はいはいはい、まあ、この中に入るんでしょ、大体わかるけど。何？ミュウの残したメモ、あまり汚れていない新しいもののようだ。ひなさきさんが残したものなのだろうか。お母さんが亡くなったのは3歳の頃。私、あの時のことを少しだけ覚えている。優しい目で強く抱きしめられた後、夕日の方へ歩いて行って見えなくなった。あ、山に入ったのか。じゃあ私は何もできなかった。夕日を見ながら泣いていただけ。どうして見送ってしまったのか、どうして行かせてしまったのか、やっぱり
待ってるだけではダメ、動かないと。お母さんに会ったら言いたいことがある。なんだろう。あ、なに。ケーブルカーの運転席に淡いランプが灯っている。電源が入れられているようだ。操作パネルに触れるとケーブルカーを動かすことができます。触れる？なんでこんな触れ方なの？ケーブルカーのスイッチを押した。ケーブルカーが動き出した。普通にありえんけどね。いや絶対怖いわ。よう一人で行くな。っていうかもうマジで、ひそかどこ行ったん。あ、なんだ、光か。触れる。今は触れなくていいよ。こっちは触れれないんだ。あ、何もない。お、入れそうなとこがあるよ。入れるんかい。ちょっとそんな、なんかすごい清めの日。ここが閉まるときめっちゃ怖かった。オッケー。これがフィルムか。よし。ここはなんか制御室みたいなことかな。開け方が怖いんよ。絶対一人じゃ無理やわ。こんなとこリアルに来いって言われたら。あぶねえ。あ、ちょっと待って、なんかいたよね。あー、取れなかった。うわー、あ、違う、なんかいたよねっていうか、そりゃそうか。っていうか、手のやつ、初めて、ちゃんとできたんじゃない？もしかして。調べる？一応調べることできんのか。あ、一緒だな。いや、いいな、でも、毎回思うけど。この感じ。この感じはめちゃめちゃいいっすね。あっちね。はい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 。怖えな。まあ、なんかロード入ったな。何？てか、こっちにしとこう。いや、あ、こっちにしとこう。普通に参道に入っていってますね。参道へ。違う。参道、まあ参道でいいか。普通に怖いわ。灯籠あるし。なんで灯籠さ、火が灯ってんの？なんだここ。ん？なんか神社っぽいな。
わ、神社だ。普通に行ってんだ、あっちに。多分こっちに行っても仕方ないな。ふっ。オッケー。宮に入る稲崎美優。いやーもう怖いわー、マジで怖いわー。こっちは何？なんか今ロード入ったけど、ちょっと待って。あっちなのは分かってる、あっちのは分かってるけどさ、このなんか小道気になるやん。なんかやばいかな、こっち。なんかやばいような気がするな。あんま行くのやめよう。明るい方に行っとこう。怖い。普通に行っていいか。なんて読むんだろうこれ。夕の宮？ひなさきさんはこの中に。この中に行ったのはいいけどさ。ガチコアなんやけど。ていうか、このろうそくとかさ、誰がさ、付け替えてんの？リアルに誰か来てんの？ちょっと待ってよ！ニコさんよ。久しぶりですね。久しぶりでもないか。シャン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 なんか鳴ってるよ。チュ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 。あ、こいつ瞬解動しやがった。なんだお前はヤドラとせずか。来た。何が面白い、そんなに。何も面白くない。やめてください。なんかもうやめて。なんでこのボスみたいなやついっぱい出てくる。やばい、下がれない。あ、クソ、こいつ移動しやがった。ヤードラット星人め。来た。あ、逃げられない。触れられなかったけど調べる。なんだよ、金ねえ、ちょっとわかんねえな。に、人の正常、ん？人の背丈よりも大きい金が吊るされている。とりあえず、あれ、なんか、光ってるから、あれ。ああ、もう、怖い。普通に怖い。あいつどっから出てきたの？こっからか。扉は固く閉ざされていて開かない。じゃあどっから入るの？あ、普通に正面玄関？ここ出てきたところでしょ？こっちか。こんにちは。誰かいますか？めっちゃ綺麗。っていうかめっちゃ明るい。いやー最高ですね。明るいっていうのはいいですよ。めちゃめちゃ綺麗。10円玉とかいねえんで大丈夫。大きな賽銭箱を置いてある。賽銭箱ちょっとジャラジャラしてみたい気もするけど。
めっちゃ綺麗な、これ。これ電気じゃないのかな。OK。扉に入る雛先見える。じゃあ、あそこか。多分あっちなんでしょう。なんか探索できそうなとこいっぱいあるけど、先に探索しとくか。下行ったらどうなるか。箱のように見える祭壇がある。なんだ、蓋の部分が扉になっているようだ。扉には大きな鍵を差し込む穴が開けられている。この大きな箱の中に何があるのだろうか。鍵があれば中に入ることはできるかもしれない。いや、もう入らなくていいよ。怖い。やめてくれる？なんですぐ入ろうとするの？あれ欲しい。これ大丈夫か？入って。怖いんやけど。先取って大丈夫かい？OK。動き出したらせんよね。やめてね。そういうのなし。ガチで。ていうかさ、ちゃんと、こういうとこちゃんとしてんだからさ、幽霊とか出てこないはずでしょ。普通に。開かない。何か強い力で。絶対に出てこんでね。幽霊とかマジでなしやけ。こんだけさ、立派なさ、なんか、こう、すごいんだからさ。マジでなしね。開くんだ。ここは、わあ、もうすでにちょっと怖いんやけど。普通に開くし。いっぱい行くとこあんな。ちょちょちょ、何何ここ。あ、一応こっちで合ってんだ。合ってるけど、あってもういい。もうちょっと正面から行きたかったけど、もういいや。こっちで合ってんな。こっち行こう。あっ、くそ。わあ、花嫁いるよ。マジかよ。ガチで怖いんやけど、花嫁とかさ。え、巫女。じゃああれ花嫁じゃなくて巫女か。下の階に橋のような構造が見える。どこからか回り込めるだろうか。もうちょっとこ怖いし、なんかさ、違う違う。できれば明るい方に行きたいんだけど、めちゃめちゃに進んでんな。
かと思ったら敵じゃなかったのか。見取りの文章、嫌な文字ですね。文机、踏み机かなの上に、古文書が置かれていた。見取りという文字が読み取れる。怖。巫女は見取りにより、水帰りし者たちの最後の感情をその見栄と引き受ける。思い、痛み、罪、それらの秘密を共にした巫女は水帰りし者に寄り添い、その死を案じるか、多くを引き受け、心が溢れし巫女は柱として、箱に入り、その役割を終える。引き受けた秘密たちもまた巫女と共に、箱に封じられ、外へと抜け出すかなことはないが、なんかさっきまで使われてたぐらいの綺麗さだな。もうまた失敗した。ちょっと待って、ここで？なんかやばいような気がする。なんかめちゃめちゃさ、なんか言われてたけど、今溢れた巫女はどうのこうのって言ってたけど、うわマジか、出力出ないんだ。早く。OK。こっちに近づかないで。どう？感じもあるけど。あ、来た。どう？まだ？あ、行かなきゃ。ちょっと待って。待って、触れる。うわ、何？うわ。うわ、最悪。うわ、すごい死に方したな、今。やめて、やめて。見るな。うっ、見るなじゃないよ。何、今のアングル何？違う、なんかめちゃめちゃに進んでっけどさ。あ、
綺麗。何？違うな、なんか何かが違うぞ。何の音これ？やめてください。扉に鍵がかかっている。戻るか。なんかこの進み方良くないような気がする。ちゃんと手順通り進もうか。あの巫女もさ、本来は後から倒すんじゃない？先に勝手に倒しちゃったけどさ。確かこっちあったよね。あれ？違う？あれ？こっちじゃなかった？戻ってきた？いや、なんか違うな。なんだよ、どこだよこれ。やばい、なんか違うとこ来た。一番いいフィルム拾った。なんだここ、なんだマジで、なんだここ。なんか落ちてる。ああ、もうなんか、なんだったっけ、永久化じゃないや、もういいや。まあいいや。柱となりし巫女は夜泉に満たされた箱へと入れられる。巫女は箱の中で、夜、黄泉か、黄泉に触れ眠りにつく。それは死ではなく永久の眠り。眠りの間巫女は老いることなくその姿を保ち続けるゆえに、なんだこれ、なんだったっけ。もういやばい、今は永久化と呼びますすいません、永久化と呼ばれる。黄泉による眠りは死の繰り返し、永久に続く。それは永久の苦しみである。巫女の心が果てた時、その体は黄泉へと溶け出しかな、柱の役割を終える。強き心を持つ巫女のみが永久化として黄泉の中で生き続ける。その長き苦しみにより我らもまた、長らえ苦しみ続ける。それが黒き沢を沈めし我らの役目。文章が難しいんよ。祭壇の中央に何か飾る土台があるが、今は何も飾られていない。なんかみかん添えられてるけど。うわー、なんかもう後ろ箱あるよ。怖いんやけど。絶対ここなんかさ、最後のボスとか出てきそう。最後のボスっていうか、ここのボス。先来ちゃいけないとこだったんじゃない？多分ここじゃなかったんでしょ？やばい、普通に手順通り行けばよかった。ここどこだよ？こんな階段あったっけ？何ここ？ちょ待って、あ、こっちでよかったんだ。いや、やばい、やばいね、やばいことになってんだ。やめてください。笑わないでください。
狭いところでそんなことしないでください。狭いところでそんなことしないでください。どこ行った？もう、ああやめて。おお、怖いんよ。鉄拳出てこられたらこっちも怖いんやけどさ。やめてくれる？そういうことするの。なんだ？あ、触れられなかった。ちなみにこれは？ちなこれは？いやいやいや、ちょっと待って、今じゃねえって。ちょこっちさ、後ろねえんやけど。ちょっと、なしじゃない今、これは。一発食らうしかないや。やめてくれる？ちょ、もう近いって。近い。近いんです、あなた。ちょ、もう最悪。どこ。あ、来た、いた。近いんよ。ちょっと待って。オッケー。え？触れる。うわ。こいつはこいつで逃げてた。そりゃそうか。あんなことして。ここで終わるのはすぐです。それがこの山に入ったのだ。さらさら。捕まるぞ。よし。逃げられないのはいいけどさ、怖いんやけど。ここはここでなんかありそう。またなんです。うわー、よくないね。よくないよ。なんでそこ開いたの？ここ開いたんだろう。なに、ちょっと、もう棺桶とか勘弁してくれます？絶対なんか出るやん。もうマジで嫌だ。読みの濡れ書？濡れの書？ああ、
輩読みをあふれさせてはならぬ。読みはすなわち隔離をそのもの、灯籠が灯され読みが蝕まれれば、読み樹かなの役最悪が起こる。現世は隔離用となり、隔離用は現世となる。人々の魂は淀み、水へと帰りし者も亡者となる。黄泉を溢れさせてはならない。今日はい。開かない。絶対なんか出る。確実なんか出る。絶対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 出るからもう早く行く。何もないね、もう。はい、もう何もない。オッケー。行きます。ありがとうございました。怖い。あれ？ここなんか見たことあるぞ。あれ？あ、一番最初のやつがなんか、一番最初のあの、動かした女の子が日向崎美優なのかな？来た。いい写真。後ずさりする日向崎美優。しないで後ずさり。てか、ちょっとだけ待ってください。すいません。はい、すいません。ちょっと時間確認してました。はい、じゃあもうちょっと続けますね。あったあった、ここ。あ、そうだ。あったわ。あったけどさ、こっち確かさ、巫女たちがなんかいたんですよね。どうなってんだろう、あっちは。扉がない。ここ扉だったのに。で、こうやって逃げて、あれ？こうやって逃げて、ここ開かなかったんだっけ？開くんかい。うわ、ちょっと待ってくれ。あ、ここ開いたんだ、そういえば。そうそう、ここ開いたんだ、最終的に。で、あの箱の中からあの変な女が出てきて終わりみたいな感じじゃなかったかな。そうだ、思い出したけど、なんかこっちはこっちでやべえな。どうしよう。先にこっち行くのがあれなのか。やっぱ向こうよね。あ、絶対やばいわ。切り立ってるし。やばいけど、もうなんかもうやだやだよ。なんかある。なんでこれ水に浸かってんの。こっち、どうしよう。こっちも行くか。こっちから行くか。なんか霧怖いし、こっちも怖いけど、いや、なんか変にさ、こっち開かない。やばくない？なんか出てこんでね、頼む。何も出てくるな。お願いします。ありがとう。こっちかっていうか本来進むべき道じゃないんだろうけど。だって、あ、多分あそこでしょ、さっきんとこでしょ。さっきんとこなのは分かってるけど、探索ぐらいさせてよ。開かないのか。先に進むなってことか。勝手に先に進むなよ、お前みたいな感じか。
オッケー、じゃあ行きますか。ちゃんと手順通り行けよって言われてるような気がする。あーもう怖い。とりあえずここか。絶対出てくんな、あの真ん中から。真ん中から出てきたもんね。ちなみに、え？こっちになってっけど、あれ？ここで消えてんだ。いや、イベントで見たから知ってるよ。あーもう怖いよー、もう絶対あの箱の中やん。もうここしかないんでしょ。この中からさ、巫女が出てきたの見たよ僕。開ける、装飾が施された黒い箱。はるかさんが閉じ込められたものとは違うようだ。箱の蓋は固く閉ざされている。ああそうか、取り込まれたもんね稲崎さん。この中に映写機が反応している。もうふざけんなよ、突然出てきやがってよ。ちょっと待って、お前マジでよ、突然出てくんなよ。最悪最悪。ちょっと待って、アイテム表明 OK。どこ行った？バカ。こいつよ、マジで。ふざけんな、サッカー。あー、おい、ふざけんなよ、サッカーな。早く、どうだ。あー危ね、危な。あーどうかしたら映らない。くそ、もう違う。OK。あーもうまたなんか水溜まってる。OK。あ、待って。あ、クソ消えた。これどうしたいの？あ、反応しているか。違う。
だ。ここか。え？何かが映り込んだ。天窓内側が上の階に繋がっているようだ。天井が開く構造になっているのだろうか。ああ、上に行かなきゃいけないのか。これどっかからか。抜けられないの。抜けられないっぽいな。いや、なんか向こうに行きたかったんだけど、あの扉に。扉には行けないのか。ここからはもう自分一人で何とかするしかないのか。もういいか、ここで一旦やめるか。はい、ということで、そうですね、一回ここでやめたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と、コメント欄にコメントをくれると嬉しいです。はい、じゃあこれで失礼します。さよなら。